海塚市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。海塚市は大阪府の仙南地域に位置するし、元泉寺の寺内町を中心に発展してきた。古代より串の生産が行われ、日本最古の串の産地とも言われる。 昭和中期に東洋の魔女と呼ばれた誹謗海貝塚助し、バレーボールチームの活躍で知名度を上げた。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると2.0%減の88,694人であり、増減率は、四43市町村中22位、72行政区域中43位。古代より、ひね郡沢村を中心に、 木串の生産が盛んで、泉串、近木串の名で全国に知られた。現在も杉しの生産量は日本一を誇り、市のマスコットキャラクター、杉さんのモチーフになっている。元ン泉寺の場所にはもともと行器が回帰したとされる岩寺があり、泉国、木の国への不況途上にあった連女がこの岩寺に登流している。近世初頭に、 多くの寺内町がその特権を失う中、貝塚は近代諸島まで諸役免許の特権を有する寺内町として残った。市長の部屋より、貝塚という地名については、もともと海塚の字が使われていたのだが、16世紀後半に一向胸の自治都市である寺内町が作られた時には、貝塚の字が使われていたことが、市に残る古文書からも伺えるという。 寺内町を除く旧村は現在、海塚と呼ばれている。海塚といえば、貝殻の塚として、縄文時代の遺跡を指すことが一般的であることから、海塚遺跡に関連してこの地名が付けられたとの説もあるようだが、海塚市の地域では未だに、海塚遺跡が発見されていないことから、その関連性は証明できず、海塚という地名の由来に関する確証ある説は、 現在のところないという。貝塚市の貝の字を象徴文字にして中央に配し、大阪湾の波頭5つで囲み、さらに外側を当地にあった名称、姫松の松の葉で結んだ星型で囲んでいる。1931年の新生、貝塚町発足時、旧軍会をまたぐ合併となったため、五町村の固い、ちぎりを願って、このデザインになった。市のキャッチフレーズは、 魅力輝き未来へつなぐ町貝塚である。2019年5月1日現在。2019年5月16日現在。貝塚市の産業を活性化させるため、関西国際空港に近いというメリットを生かし、小木川川口岩の西木の浜パークタウンのさらに、沖合を埋め立て造成して、西木の浜産業団地を建設。企業の誘致に積極的に取り組んでいるという。 パナソニック株式会社や明治入業株式会社の工場誘致に成功している。貝塚郵便局貝塚市内の郵便番号は597から 00xx、597から 01xx となっている。ただし、二つ末2576番地は熊取郵便局の集配担当となっている。図書館、文化施設東海塚市民図書館。 貝塚市畑中1から12から1市民福祉センター。貝塚市畑中1の10の1。貝塚市歴史展示館。貝塚市半田百138の1。防災医療関係社会保健庁貝塚社会。保健事務所貝塚市会津三305の1。公立市立中心となる駅。貝塚駅南海本線貝塚駅貝塚市会津百137市内を走る水鉄。バス高温寺。 関音堂泉かつらぎの山展望台貝塚市そぶら、岸和田市と原町和歌山県木の川市切畑泉、かつらぎ山の山頂にある、この展望台から、関西国際空港など、大阪府南部が一望できる。ありがとうございます。